今日午前、神埼市で国道沿いの住宅に高齢者の運転する車が突っ込む事故がありました。怪我人はいませんでした。今日午前10時20分ごろ、家の壁に車が衝突したと神埼市姉川の国道34号線沿いの住宅に住む70代女性の娘から警察に通報がありました。女性とその娘は家の外にいたため怪我はありませんでしたが、車を運転していた80代の男性が左足の打撲などの軽傷です。警察によりますと、車を運転していた男性が左折して国道に出ようとした際にアクセルを踏みすぎてハンドル操作を誤ったため住宅にぶつかった可能性があるということです。